里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ佐藤さん、はい、いよいよ国際試合始まりますね。今日からね、ベネズエラ戦ですよ、台湾で。いや楽しみなんですけど。楽勝優勝でしょ。お、言い切りましたね。いやこれ最後は国際大会ってレベルを拮抗したら、はい、まあ、ミスしたチームが負けるんで、うん、まあ、絶対はないかも分かんないですけど、はい、まあ、プロが参加しだしたのはシドニーからですよね、2000年から、うん、まあ、そこは混合チームで行って、はい、でその後アテネ、北京とか WBC、プレミア12ありましたけど、ベスト4を外したの1回もないですからね。わ、すごいですね。だからそうなってくると、はい、最後はもうミスしたりとか、うん、相手がね上回ったりとか小さいところがあって、やっぱ勝ち負けは絶対つくから、うん、ベスト4は100% なんですよ。ってことはレベルはもうみんなほぼ横一線ってことですね。拮抗するんで、うん、最後はミスした方が負けるんで、うん、でもその代わりしっかりやれれば、まあ、楽勝で優勝ですよ。おお、じゃあ絶対優勝ですね。絶対です、はい。犬かな、こんなに聞いちゃって。いやでも国際試合佐藤さんもいっぱい経験してるじゃないですか、はいはい、なんか国際試合の時にこういうこと気をつけた方がいいよとか。めっちゃあります、気をつけた方がいいこと。まず一つ目、はい、これ絶対気をつけなきゃいけないのは、はい、審判なんですよ。審判、はい、日本人の審判、はい、一番正確なんですよ、はい、きっちりしてるんですよ、はい、だからストライクゾーンもきっちりしてるし、うん、あのボークとかもすっごい厳しいんですけど、はい、国際試合の審判すっごい緩いんですよ。へー、だからアウトコースがもう2006年の時はめちゃくちゃアウトコース、はい、白線ぐらい行っててもストライクだったんですけど、はい、今はまあ若干収まってきましたけど、それでもストライクゾーンが広いんで、うん、そのストライクゾーンの広さにあたふたしないことですね。だからそれによって自分のストライクゾーンを崩すとバッティングが崩れていくんで、はい、自分がボールやなって思うとこストライク取ってもそこにイライラしたりとか、うん、自分のストライクゾーンを変えないこと大事なんですよ。いやでも広くなってくるってなったら意識変えないといけないじゃないですか。いやもうそれは追い込まれた時だけでいいです。へえ、追い込まれるまではやってこないと自分のストライクゾーンが変わってきて、どこがストライクかボールか分かんなくなるんですよ、うん、はいはい、あとはチームで伝達ですね。キャッチャーも含めて、うん、この審判アウトコース広いよとか逆に狭いよとか高め低めあるよとかっていうのをチームで早く伝達して、うん、その審判の癖を見抜かなきゃいけないんですよ。選手じゃなくて審判の癖まで見抜かないといけないんですか。いやそれが一番大変ですよ、まずは。だってワールドカップラグビーあったじゃないですか、はい、やっぱラグビーも審判によってファールの具合とか変わるじゃないですか、はいはいはい、サッカーもファールの具合とか、うん、だからそれをその審判がどういう審判なのかを知るのもすっごい大事なんですよ、国際大会。へー、考えることたくさんありますね。でしかも牽制がね、ボーク気味でもボークにならないんで、もしくは日本だって 100% ボークなのにボークにならないんですよ、はい、だから普通に牽制アウトになるんですよ。そうなんですね。いや脳が反応しないんですよ、だってそれ、はい、ボークなんですもん、はい、もしくはそれで牽制絶対来ないんですよ、うんうん、のに牽制来てそれがボークじゃないんですよ、はい。へー、確かに日本ってボークすごい厳しいですね。あと外国人がよくボークするでしょ。しますします。だから国際大会もボークのやつがボークじゃなくなるんですよ。へー、でそうなってくるとシュートとか足のスペシャリスト選ばれてますけど、はい、それで走れなくなる可能性もあるんですよ。逆に走ってアウトの可能性もあるんですよ、はい、だそのボークとかも気をつけた方がいいですね。じゃあボーク緩いから日本人のピッチャーもちょっとやってみようかなってなんないですか。でもどこまで緩いか分かんないからそっか、アウトだけでやるんですよ、リスク高いでしょ、はい、ただそうですね、はい、向こうの外国人選手はそれでも大丈夫で来てるんですよね、感覚的に、はい、母国で大丈夫だから、はい、日本人がいきなりやると、うん、それじゃアウトと思ってやるんですよね。やりすぎたらアウトですからね。そうか、なんか塩梅が難しいですね。だこの審判のまず特徴を絶対知らなきゃいけないんですよ。これめちゃくちゃ難しいんですよ。うわ、だもし見てる方も、うん、だから今のボールやろとかってもう言ってじゃもう話にならないんですよ、はい、もうそんなもんやと思って見ていかないと、はい、審判は本当に難しいです、あのちなみに日本人の審判でもはい、すいません、タイム押し忘れました。ちなみに日本人の審判でもこの人の特徴とか覚えてるんですか。僕は全員覚えてます。え、全員、はい、だ何十人って言いません。いやそれはもう入ってます、それはもう絶対的ですよね。でその代わりペナントレースは何回も戦うし、はい、その審判の方と何回もするんでもう癖が分かってるから、はい、まあそれを新たく知る必要もないですよね、はい、でも国際大会はその日とその大会ワンチャンス1回のみあるんで、そうですよね。そんなこともう気づいた時には試合終わってるみたいなパターンあるんで、はい、だ早くやらなきゃいけないです。もうじゃあ1打席目ぐらいでもう見抜いて、うん、2打席目ではそれを生かしていかないといけない。そう、いかないといけないです、うん、でまず2つ目です、次、はい、食事です。食事、今台湾行ってるじゃないですか、はい、もう何でも食べれるようにしとかないと、はい、もう好き嫌いとか美味しいとか美味しくないとか言ってたらもう力出ないです。
え、なんで好きなもの食べればいいんじゃないですか。いやでもあの、まあ、シェフが帯同してるとは思うんですけど、はい、してなかった場合ホテルのご飯が出てくるんで、うん、台湾とかだと、はい、香辛料強めとか、あパクチーとか八角とか、あ、いいじゃないですか、うんうん、でそういうので、はい、食べられない人が出てくるんですよ、うん、とか、はい、あのいっぱい食べれないとか、うんうん、っていうところでコンビニでお菓子買ったりとか、はい、ラーメン買ったりとかする人もいるんですけど、そこの胃袋強くならないと、うん、僕全く気にしないんですよ。え、好き嫌いないんですか。好き嫌いもないし、はい、台湾行ったらそういうちょっと香辛料強いやつ、はい、逆に楽しみなんですよ。へー、あ、これが現地っていうかね、はい、台湾の美味しいと言われるもんなんかして、はい、いろんなもの食べてみるんですよ、はい、あるやつを。だから僕北京の予選で台湾行った時も1週間ぐらい行ってましたけど、隣のホテルに日本食料理屋さんがあるからそこに行ってもいいよって言われてたんですけど、もうめんどくさいから自分のホテルでめっちゃ食べてましたもんね。すごいですね。で WBC の時も僕ら行った時 WBC はあの食事会場がなかったんですよ。自分で食事しに行かなきゃいけなかったんですよ。でその時もあのステーキと生野菜ばっかり食べてました。全別にご飯とか食べなくても、はい、全く苦にならないんですよ。へー、だからステーキと生野菜ばっかり食べてたら、うん、であの時第2次ラウンドからアメリカ行ったんで、うん、2、3週間いたんですよね、はい、アメリカに、うん、帰ってきたら 2、3 キロ痩せてましたからね。この食生活ひょっとしたらいいんちゃうかって思いました。そうですね、ステーキと生野菜オンリーみたいな。炭水化物取らないみたいな。でも全く苦じゃないんですよ。でも中にはいるんじゃないですか、そういう。いや、めちゃくちゃいます、めちゃくちゃいます。あと好き嫌い多い人とか、うん、その香辛料とか、はい、味付けとか、うん、めちゃくちゃ言いましたよ、言ってる人。あ、そうなんですね、はい、そういう時やっぱりなんかこう食生活狂うとやっぱミスしたりするっていう感じの人もいるんです。まああとはやっぱ気になったりね、それ あとルーティーンが変わったりとか。イチローさんも朝必ずカレーとかね、はい、あのカレーは、うん、はい、その試合前から、はい、その食事で美味しいとか美味しくないとか思いたくないらしいですよ。あ、だからもうその奥さんが作ってくれるそのカレーはもう確実に美味しいらしいですよ、はい、だからそれがもうルーティーンのように、うん、その試合前に野球以外のことを考えたくないらしいですよ。なるほど。で、あ、このご飯美味しいなとか、うん、あ、これあんまり美味しくないなっていうのを考えたくないらしいんですよ、うん、もう余計なこと気にしなくていいからって、はい、それはもう確実にそれらしいです。だからその遠征に行ったとこに確実、はい、あのその一品があるらしいですよ。ここだったこれって、もう必ず美味しい、はい、だから余計なこと考えなくても、うん、それで食を満たして、うん、いい気分で試合に臨めるらしいです。あ、決めてるんだ、はい、佐藤さん美味しくないと思うこともあるんですか。美味しくないと思うこともありますけど、はい、まあまあこんなもん、そう、あんま試合影響しないですね。あ、だから俺あんまり成績出なかったのかもしれない。いやいやいや、何言ってるんですか。これはもう絶対気をつけてください、はい、食事はこのホテルにいる時とかね、試合前とか、うん、やっぱあの日本と同じように自分の好きなものとか、はい、自分の食べたいものを食べれるわけじゃないんで、うん、なかなか外出もできないし、でこれオリンピックになってくると、うん、僕北京の時そうだったんですけど、はい、ドーピング問題があるんで、はいはい、簡単に好きなところにご飯食べに行けないんですよ。まあ日本なんでそんなことないですけど、はい、北京とか海外の時はひょっとしたら食事食べに行ってドーピングに引っかかるようなもの入れられてるかもしれないし、怖いですね、っていうのもあるから、うん、そういったところは食生活すっごいデリケートになってましたけど、はい、で3つ目が、はい、あの試合中あのベンチからあのコースとか、うん、あのキャッチャー構えるとことか全部あの指示出てるから気をつけろっていう。いや、嫌いなやつだ、はい、外国語で言うから何言ってるか分かんないんですよ。あ、え、相手チームが、相手チームのベンチがだから守備守ってる時に、はいはい、キャッチャーがもし低め構えたら、はい、低め低め低めとか、はい、高め構えたら高め高めとか、はい、アウトコースアウトコースとかインコース、はい、インコースっていうのをベンチから言うんですよ、はい、へー、日本のペナントレースはそれが禁止されてますけど、はい、国際大会は別に禁止されてるわけでもないし、そこ違うんですね。で言語が違うから、はい、何言ってるか分かるんですよ、はい、なんか言ってるのは分かるんですよ、はい、でもそれが高め高め、それ日本語で言ってくると分かりますよ、はい、高め高めって、はい、あのキューバとかも、うん、そのラテン語系で言われても分かんないですね、全く分かんないんですよ、はい、でも必ず声出てます。へー、なんかこう言われちゃってるんですね、動いた瞬間に出ますから。へー、うちーとか高めって、それでメジャーでは OK なんですか。いやいや、そんなことしてたら当てられますよ、メジャーだったら。そうですよね、はい、でも国際大会だってもうそんなこと言ってる場合じゃないじゃないですか。あ、そっか、はい、反則とか、はい、下手したら審判もねその言葉が分かんない可能性ありますよね。はい、そっかそっか、なるほど。だから別にそれダメだって言えないわけですね。はい、言ってることが分からなかったらね、はい、そっか。もしくはなんか暗号を作ってて、はい、ね、うん、言ってたらもし狙えとかね、はい、確かに腕とかね。でもそれ対処のしようあるんですか。だからもうギリギリまで動かないです。
もしくは城島とかやってたのは、はい、インコース構えてアウトコースとか、あ、構えたとこと反対の方にこう行って最後こっち寄るとか、もしくはインコース構えたけどサインはアウトコースのサインとか、へ、そういうのもやらないと本当に出るんですよ、はい、声が。なるほど。でも本当にいつも以上にじゃあ気を使うところがありすぎますね。そうです。だから構えてて動いた瞬間に何か言うから、うん、はい、こうもおかしいぞと思って僕2006年と気づいたんです、途中から、はいはい、これ絶対出てるっつって、やったら打たれるとか低めとか見逃してくるなみたいな、あとかアウトコースで構えてる時に踏み込んでくるなみたいな、やたらとか、はいはい、インコース構えてやたらなんか足開くなとか、うん、動いた時にやたら声出るなと思って、はい、そしたら多分それちゃうかと思って、そっから遅くのしたら声出なくなったんです、動くの遅くしたりとか。そうなんですね。あ、向こうもこっちがあ、なんか、うん、バレたなって思ったんですね。そうそう、あと動かないから言えないじゃないですか。あ、確かにそうですね、言えないでこれは気をつけた、本当にキャッチャーは気をつけた方がいいです。へー、あ、じゃあもうこれキャッチャーに言えることなんですね。そうです。あと言語が分かんないんで、本当に何言ってるか分かんないから気づかないパターンあるんですよ、はい、だからそういうのは経験者がちゃんと伝えた方がいいと思うんですよ、うん、そういうのあるから。それ、ま、伝えてないんですかまだだって別に何の役職もないんで今伝えてます気をつけて、あの見ていただいてね、対戦士とかに、はい、あの台湾からでも YouTube を多分見れると思うんですよ。見る、見るんですよ、ね、気をつけてっていうそうあるからねっていう、動く声出るよっていう、はい、そうですね、これはだから経験者は語るっすよね。やっぱそういうのを経験してやっていかないと気づかないし、うんうん、思い出してこないと思うんですよ、うんうん、僕は自分が経験してるから、はい、キャッチャーとして気をつけなきゃいけないとか、そういうとこ気をつけた方がいいよとか、うんうん、食生活気をつけた方がいいよとか、うん、心配そうだよ、これはもう全部自分の実体験じゃないですか、はい、だから伝えますけど、うん、その人づてに聞いたことって忘れますよね。いや、そうですね、やっぱ直接ですよね。自分が経験してることって忘れないじゃないですか、うん、はい、だからこれはすごい、うんうんうん、気をつけた方がいいと思うんですよ、特にこの3つ、はい、うんうん、あとはもう能力勝負なんで、はい、ね、動くなんかツーシームとかカットに気をつけろって、うん、そんなのもう技術の問題だから気をつけろもなんもないじゃないですか、はい、でもこの今言った3つのことって勝負が決まる前に気をつけて対応できるじゃないですか、はい、審判とかもみんなで共有したりとか、うん、あとは食生活ももしもう言ってるんであれですけど、はい、砂糖のご飯みたいなあのパックのやつ持っていくとか、まあ、そういう対策をしていった方がいいですね。インスタントラーメンとかも好きなやつあったらそれ持っていくとか、うん、ふりかけ持っていくとか、うん、なんかご飯の友みたいな持っていくとかして、うん、対策するとかっていうのももう言っちゃってるんでね、そうですね、あれなんですけど、はい、ちょっと遅かったかな言うのがね。そうですね、もう今日から始まりますからねこれとか、はい、あるじゃないですか、はい、だから声出すのも、うん、その前に対処するとかっていうのもできるんで、うん、この力と力の勝負はなかなかうまいこといかないですけどね、はい、こういうのは準備したらなんとかなるんで、うん、まあ、この3つは特に気をつけた方がいいですね、国際大会、ね、いや選手の皆さん今日この動画上がって、はい、見た方がいいですね、うん、試合中だけどね